どうもなおちんです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日も交流と戦っていきましょう。今日戦うのはこいつ。あー正面向いてる。バックアタックしたかったのに正面向いてた。はい、クシャル倒していきましょう。クシャルは最初テクニックで攻撃してきます。なのでパワーで大丈夫ね。クシャはそこまで強くない。こいつはそこまで強くないし、こいつの武器は結構強いんでおすすめだね、ただここまで来るのはだいぶ時間かかると思う。階層がね1階から10階までこう行かなきゃいけないんだけど、ここがさ時間かかるのよ。時間かかる。なんか試練の塔みたいなそういうところに行かされるんだけど、ここがとにかく難しいです。わお、結構食らったな。で、飛んだ時は、スピードになるんだよね。ってことで、ライゼにチェンジ。スピードだからテクニックで潰す。クシャルはね、2回攻撃がないんで、まあ、だいぶ良心的だね。ちょっと待って。翼は弓だね。確か翼弓でしょ。当たり、逃げ。2回攻撃3回攻撃のやつがねとにかく強いんで、そういうやつと出くわした時は要注意です。ここは変えてくれないか。無理だな。普通に行きましょう。全体攻撃じゃないだろうし、やられることは多分ない。おい、まあまあまだハート3つあるんで大丈夫さ。ハート3つあれば全然。おっと、ここでまさかの特殊技か。全体攻撃でしょ。あ、ちょうどいた。ちょうどゲージ溜まってるやつがいた。で、行きましょう。翼を、壊して落としちゃおう。いっけ。あー、若干足りない。あー、ダメだ。潰してくれなかったな。あ、でも次で。確実にいける。はい。いや、いけなかった。ぬぬ。ちょっと待て。あるね。とりあえず翼をもうどんどん攻撃してさ、落としたいんだ。あ。わあ。若干足りない。あー、もう若干だな。うわわわわわ。いやいや、もう自分から降りちゃった。落としたかったんだけどな。怒った時はパワーで攻撃してきます。パワーということでスピード。男がね次食らっちゃうとマジでやばい。え、腹部はハンマーか。腹部はハンマー。よし、ちゃんと弱点をねしっかりついていかないとダメージが入らないんで、そこはしっかりやっていこうね。あーし、とにかくもう俺は腹部の方を狙っていきます。こっちがもう、おおおお、いいねいいね。ちゃんとねやっていこう。コツコツと。焦っちゃうとすぐやられちゃうので、そこは注意してね。
しゃ。お、イニシエありがとう。めちゃくちゃ嬉しい。イニシエいいね。顔が真っ赤だから、これまだ怒ってるね。まだ怒ってる。っていうことで、あ、違うな。怒ってるんだけども、特殊技だ。ああ、特殊技か。いけ。サイコンタック。おお、危ない技してくるな。ほぼ。したら転倒する？しないか？どうだろうね。もうどうしようもないから。キルも使えないしね。しゃあない。ここまま行こう。指で。ワンチャンなんかね、V 破壊して転がってくれるかもしれないから。惜しい。ああ、危ねえ。もうギリギリだよ。もうギリギリ。ああ、危ねえ。いけるか。音もいける。おお、セーフセーフセーフ。あ、違う。待って。顔が赤くない。ってことはテクニックで来るからパワーだ。パワーパワー、あー、テクニックのせいはパワーですよ。あー、パワー攻撃がない。入れ替えで誰行くか。モノブロ来い。おそらく顔が赤くないから間違いないんだよね。いけ。世界読み間違えるともう即終わりだから注意していこう。いいね、そのままパワーで。で、ここは打撃武器、打撃結構しぶといな。しぶとい。まあそりゃそうか、古竜だからね。オッケー、いい感じ。よし、次は敵は特殊技なんで、これで HP も回復しますね。サイクロンとか絶対嫌だ。持続ダメージがあるやつってほんときついよね。またまたしてくんの。もういいや、仕方ない。次のターンぐらいで倒せるかな。おし、バカやられんさ。おお、クリティカルが来た、やられてた。よし、ダウン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 。これも決まりでしょう。終わりだ。じゃあ決まった。無傷でなんとか倒せたね。でもギリギリの戦いだ。経験値は7500で S ランククリア。報酬も結構美味しいね。美味しい。はい、ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。